皆さんお疲れ様です。よくわかる喫茶機の粗大ゴミ講座、パート3です。どうぞ最後まで、ゆっくりしていってね。ということで、時は第8世代。この時代のレジギガスを見ていきましょう。ガラルズ館未登録という開幕でした。やはりリストラは不遇ポケモンの定めなのでしょうか。と、思った約1年後。ダウンロードコンテンツ、冠の雪原で登場するようになりました。DLC でも全ポケモン登場とはいきませんでしたが、金糸宮伝説、純伝説ポケモンは全員が内定したので、そこは嬉しいところでしたね。しかし、内定だけが嬉しい話ではなく、レジギガス初登場から14年、この第8世代剣盾に来て、全盛期を迎えることとなります。その様子を見ていきましょう。まずはレジギガスの新規習得技ですが、待望の守る、眠るを獲得しました。守るを挟めば、実質2ターン稼働でスロースタートが解除できますね。自力でのスロースタート解除のハードルがぐーんと下がりました。また、眠るで一応回復手段も手に入れました。ビルドアップなどを覚えていれば、積んだ後に回復する戦法も取れるのですが、あいにく積み技はロックカット程度しかなく、毒毒も没収され、耐久戦法も困難なので、せっかく覚えましたがちょっと使いづらそうですね。というか過去作での不遇さを考えれば、もっと早く覚えてもよかった気がしますよね。習得技は他にもありまして、剣盾の新登場技、ボディプレスも習得。自分の防御の値で攻撃するという技ですね。防御の値を使って攻撃するので、スロースタートで攻撃が半減していても、高い防御の値で十分な火力が出せますね。というわけではなく、スロースタート中だと防御を半分にした値で攻撃します。第7世代の特殊 Z 技バグのようですが、こだわり鉢巻きを持ったボディプレスは、防御の値を 1.5 倍にして攻撃したりするので、計算上仕方ないところなのかもしれませんね。ちなみにレジギガスですが、なぜか剣盾で唯一、技レコード以外にレベルアップでボディプレスを覚えることができます。格闘タイプでもないのになんででしょうね。他に覚えるべき格闘タイプがいるでしょうに。そしてこれが大パリメイクになると、大ノーズも覚えることができるのですが、大パリメイクには技レコードがないため、大パリメイクでボディプレスを覚えるポケモンは、レジギガス、大ノーズ、スケッチで覚えられるドーブルの3匹だけとなっています。技レコードでは多くのポケモンが覚えたのに、大パリメイクではよくわからない3匹しか使えないという、なんともよくわからない技ですよね。さて、他にレジギガスが覚えた技ですが、10万馬力も獲得しました。この技は自身と違い、対象が相手1匹なので、ダブルバトルにおいて味方を巻き込まない、ワイドガードの対象にならない、ダメージが落ちないなどのメリットがあります。実際、ダブルバトルでは10万馬力の方が人気みたいですね。それから、DD ラリアットも獲得しました。元がオガエンの専用技でしたが、技レコード化されて習得者が増えましたね。相手の能力変化を無視する効果があり、悪タイプ技なら叩き落とすと好みで選択になりますかね。ということでこのレジギガス、習得技の時点で、これまでにないほどの強化を受けています。しかし、レジギガスが全盛期たるゆえんは習得技ではなく、新特性、化学変化ガスを持つ、ガラルマタドガスの登場にあります。飛ぶぞ。というのも、この特性、他の特性が発動しなくなる、という効果を持ちます。それすなわち、ダブルバトルでこの2匹を並べれば、登場時からスロースタートを打ち消すことができるのです。レジギガスの歴史を黒くし続けてきた、あのスロースタートを打ち消す特性というだけでも嬉しいのですが、化学変化ガスは、相手の特性威嚇、魔剣気、力持ちといった特性も無効化します。バドレックスの人馬一体、弱しの魚群など、一部例外はありますが、化学変化ガスのおかげで、特性を加味しない打ち合いに持っていくことができるのです。となれば、戦場は純粋なフィジカル勝負。まさに670族のレジギガスの土俵となるのです。
純粋な殴り合いだと、ベジギガスに勝てるポケモンはそう多くないですからね。さらに、剣盾での新システム、ダイマックスも、ベジギガスには追い風となります。ダイマックスした、ギガインパクトベースのダイアタックは、反動なしの威力150攻撃となり、相手全員の素早さを下げる効果もつきます。命の玉を持たせれば、超効果力となり、H250 に振りのカプレヒレは、確定一発。HB 特化サンダーですら、乱数一発と、この効果力をデメリットなしで打てるのは強いですね。そしてこのレジギガスとマタドガスの組み合わせ、金子宮伝説環境でも通用しています。忘れられがちですが、レジギガスは素早さ種族値が100あり、S99 のジェルネアス、イベルタルよりも速いです。イベルタルはダイジェットを打ってきますが、レジギガスのダイアタックで素早さが落ちるので、打ち合いはレジギガスが有利になりますね。ノーマル向こうのコクババドレックス、ルナーアラには、DD ラリアット、はたき落とすで対抗でき。剣盾の覇者、ザシアンには、命の玉持ち10万馬力で乱数一発と、環境に多い金子宮伝説にも強気に攻めることができます。ちなみに、鋼タイプであるザシアンがかなり多いことからも、鋼タイプが弱点とならない、原種マタドガスと手を組む場合も多いです。このように、レジギガスとマタドガスのコンビは、環境に多い金子宮伝説ポケモンとも渡り合うことができ、その結果レジギガスは、ダブルバトルでトップ50入りすることも多く、金子宮伝説が2匹使用可能なシーズン30では、なんと37位を記録しました。ダブルバトルで確かな実績を残したレジギガス。彼はスロースタートを解除すると、本当に金子宮並みに強い、ということが判明したわけです。ガス様様ですね。ということでレジギガスは、過去作の不遇ぶりからは想像できない大躍進を見せました。最高の相棒、化学変化ガスを得たマタドガスの存在、ダイマックスシステムとの相性の良さは偉大ですね。では、そんな偉大な二大要素。マタドガス、ダイマックスのいずれかが欠けるとどうなるのでしょうか。まず、マタドガスと同時に並べない、シングルバトルでの結果ですが、なんとレジギガスは150位以内に入ったことがありません。守るを覚えたとて、シングルバトルでの運用には難が多いようですね。環境に強い格闘タイプも多いですし。次に、ダブルバトルでも、ダイマックス禁止のルールが3シーズンあったわけですが、その時の結果はというと、レジギガスは144位、圏外と、やはり振るわない結果でした。やはりダイアタックによる素早さ操作がなかったり、ダイマックスがないとギガインパクトや握りつぶすで戦うことになるので、魅力が半減してしまうようですね。このあたりの結果を見ると、レジギガスはガスを決めて巨大化しないとやってられない、ということが言えそうです。まあしかし、ダイマックスありのダブルバトルでは確かな実績を残しているので、十分な活躍と言えるでしょう。さて、対戦面以外での出来事はというと、新たなレジ系、レジエレキ、レジドラゴが登場しました。レジエレキは驚愕の素早さ種族値200で、全ポケモン最速という、鮮烈なデビューを飾りました。レジドラゴはダブルで頑張っています。レジドラゴの専用技、ドラゴンエナジーは、自分の残り HP 割合で威力が変わる効果で、いわばドラゴン版潮吹き、とも言える技です。特性、竜の網とも相まって、かなりの火力を出せるのですが、そこはレジギガスの専用技、握りつぶすリスペクトで、相手の HP 割合を参照しないのか、と思っちゃいますね。やはり制作サイド的に、相手の HP 割合参照は弱いという認識なんですかね。そして、冠の雪原では、レジロック、レジアイス、レジスキルの3匹も入手可能となっています。ただし、レジエレキ、レジドラゴは、どちらか片方しか入手することができないので、全員揃えるには通信交換が必要となります。んで、レジギガスの入手には、部下のレジ系全員が必要なので、近年のように通信なしで入手できなくなってしまいました。なお、レジギガスとはマックスレイドバトル形式で戦うことになり、倒すと確定で捕獲できます。ただし、レジ系を手持ちに入れないといけないので、5匹はレジ系となります。まあ、スロースタートも発動するので、部下総出で戦えば大して苦戦しなさそうですが。続いては、剣盾の他の作品です。ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールにも、レジギガスが登場します。
原作のダイパ通り、サンレジを捕まえて喫茶機神殿に行くと出現しますが、ダイパリメイクではハマナスパークでサンレジを入手できるので、通信交換がいらないのは嬉しいですね。なお、登場ポケモンが4世代までのポケモンのみなので、レジエレキ、レジドラゴは未登場となっています。寂しいですね。ちなみに、特性、化学変化ガスを持つ、原種マタドガスは存在するので、ダブルではそれなりに強いみたいです。また、ポケモンレジェンズ、アルセウスにもレジギガスが登場します。今作には他のレジ系が登場せず、岩石、鋼鉄、つららのプレートを持って、喫茶機神殿に行くとレジギガスが出現するようになっています。シリーズ初となる、レジ系ポケモンがレジギガスのみの作品となりました。寂しいですね。しかし、このレジェンズアルセウス、なんと特性が実装されていないゲームなのです。大きな枷であるスロースタートがそもそもないという、まさに原因両方とも言える処置。これはレジギガス大暴れ間違いなし。と、思いきや、特性が実装されていないにもかかわらず、レジギガスはスロースタート状態となる仕様になっています。ということで、レジェンズアルセウスでも5ターンの間、攻撃と素早さが半減するわけですね。ちなみにですが、アルセウスのマルチタイプ、ジェリムのフラワーギフトも例外で、この2匹も特性に似た効果が発動します。ただし、デメリット効果があるのはレジギガスだけなんですよね。対人戦がないのでそこまで困りませんが、制作サイドはレジギガスの弱体化に余念がないですね。ということで、以上が最新作までのレジギガスの歴史となります。では、ここまでをまとめると。金子宮伝説並みの種族地を持って生まれたレジギガス。高種族地の代償とも言える特性、スロースタートが、全く活躍できないほどのデメリットとなり、不遇な歴史を刻んでいました。しかし、第8世代で特性、化学変化ガスを持つマタドガスと出会い、ダブルバトルで通用する実力を得ました。ダブルで活躍する一方、シングルバトルやダイマックスがないルールでは、いまいち活躍できず、その力が発揮できるのは特定の条件下のみであることが伺えます。しかし、第4世代の登場から全く活躍できなかったポケモンが、ダブル限定とはいえ、金子宮伝説ポケモンと肩を並べて競い合えるほどになったのは、十分な成長と言えるでしょう。さて、今や第8世代も末期。舞台は間もなく、第9世代へと移行しようとしています。果たして、レジギガス活躍の鍵、マタドガスは内定しているのか。相性の良かったシステム、ダイマックスなしで戦えるのか。そもそもレジギガスは内定するのか、不安要素はつきませんね。レジギガスの明日はどうなるのか、ポケットモンスター、スカーレット、バイオレットでも、その境遇に注目ですね。ということで、今回はここまでです。ここまでご視聴、ありがとうございました。種族地の割に残念な性能、その後の強化も特にない不遇さ、それからの剣盾での活躍は、非常に面白い歴史でしたし、このピーキー加減に仕上げた剣盾スタッフはさすがですね。ポケモンカードの方でも活躍していたようですが、そのお話は、また別の機会にでも。他の動画も、ぜひ見ていってください。それでは。